アエリアエウドキア・アウグスタは、東ローマ皇帝テオドシウス2世の皇后。アテネの哲学者レオンティウスのコアテナイスとして生まれ、古典文学と修辞技法の素養を身につけた。言い伝えによれば、父の死後に兄弟から相続財産がわずかしか分配されず、それを訴えにコンスタンティノープルへ出てきたという。彼女の見事な弁舌が、テオドシウス帝の姉プルケリアの関心を引き、 彼女の助官に取り立てられた。後、テオドシウスの妻に推薦された。洗礼を受けて、キリスト教徒となり、彼女は名前をアテナイスから、アエリア・リキニア・エウドキアと変えた。421年6月7日にテオードシウスと結婚し、後長女・リキニア・エウドクシアを出産すると、アウグスタとされた。エウドキアは、兄弟たちをトラキアやイルリクムのコンスルに取り立てたり、知事とした。 数年を経て、エウドキアとテオドシウスの夫婦仲は冷えたものとなっていった。438年から439年にかけ、エウドキアはエルサレムへ巡礼へ出かけた。皇后としての豪華な装備であったと言われる。巧妙な修行者と交流し、エルサレムにも出た彼女が帰国すると、コアネプルケリアの嫉妬の的となった。一生を神に捧げるとして、独身を宣言し、 聖母マリアと同じ神聖を帯びようとしたプルケリアに対し実際に聖地へ行ったエウドキアも遜色ない皇后となっていたためだった。440年テオドシウスの友人であった有力貴族パウリノスが失脚した。皇帝がエウドキアに与えたリンゴを皇后がパウリノスに与えたためという逸話が伝えられているが真相のほどは不明である。エウドキアは再びエルサレムへ向かった。 その後20年間、首都へ戻ることはなく、文学に余生を捧げて死んだ。ありがとうございます。